はい、それでは2月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます大きく変えると書いて大変と読みます丸暗記学習では過去問の点数が上がるだけで本試験では合格点が取れませんつまり丸暗記学習をしていても 最終的に実力がついていないから法試験で点数は取れないということなんですね一方理解学習を行えば真の実力がつくので法試験でも合格点が取れます丸暗記学習と理解学習は全く異なる勉強法なので合格するために丸暗記学習から理解学習に変えることは勉強の仕方を大きく変えることなんですねつまり大変な作業なんですよ大変であっても理解学習に変えようとしているのであれば 最後には結果ついてきます分からない部分というものは必ず調べて理解をしていきましょうそれでは3問に入っていきます A 所有の土地に B が建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合当該契約は事業用借地権となるルか×かという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えはこれバツですね小売業と書かれているので、まあ、事業用借地権と思えるんですけれども事業用借地権の要件を考えてみるとこの要件満たしてないんですね事業用借地権の要件っていうのは何かっていうと3つありますまず事業用であること居住用建物は除きますつまり投資用のマンションっていうのは、えー、含みませんよということですね で、存続期間が10年以上50年未満であること。で、当該特約が公正証書によること。で、今回の問題っていうのは、公正証書によらずにって書いてありますね。なので、3番の要件満たしていません。よって、授業用借地権にはならないということですね。従って、罰となります。で、定期借地権の要件を満たさない場合、どうなのかっていうと、普通借地権になるんですね。 これは基本事項なんでちゃんと頭に入れておきましょう。普通の解説だと、事業用借地権は公正証書によってしなければならないとしか記載されてないんですよ。これだけでやっぱ不十分なんですよね。まあ最低限、今回の話で言うとあ、今回の場合は普通借地権になるんだな。ここまでちゃんと分かってほしいんですね。最低限。このように一緒に頭に入れてほしい部分は一緒に勉強する。これが理解学習の一つなんで、ぜひ行っていきましょう。 まとめて頭に入れるってことですね。頭の引き出しを整理しておかないと、本試験で混乱して頭が真っ白になるんですね。まあそうならないために、この2月中に理解学習をちゃんと開始させましょう。この理解学習が遅れてしまったら、時間がなくなってしまいますので、丸暗記学習で勉強している間っていうのは実力は上がってきません。なので、理解学習を始めて、やっとそこから本当に勉強を始めたんだって考えていただくのがいいと思います。で、問いにですね、 A が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。これは×、えー、ですね、免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているということですよね。 よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的、これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。 その解き方については個別指導でお伝えいたします。で、問いさんですね。開発許可です。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。まるか罰かという問題ですね。で、答えはツです。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議をして同意を得る必要はあります。 しかし、許可までは不要なんですね。なので、今回え、許可を得なければならない。だから、罰だということなんですけれども、この内容、え理解できていますでしょうかあの。法令上の制限っていうのは、丸暗記っていう方もいるんですけれども、この今回の問題も含めてですね、理解すべき部分あるんですね。今回の問題も、ちゃんと理解しなきゃいけない部分なんですよ。それをちゃんと理解していないとなかなか合格ってできないんですね。 まあだから、弊社の個別指導では、法令上の制限についても理解ができるように解説をしています。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また明日も動画をお送りしますので、ぜひご覧ください。レトスの小野でした。